はい、どうも、こんにちは。はい、始まりました。今日はですね、新商品を買ってきました。その新商品がこちらです。ででん。ジャッカル、なぎさ。これ、IG 系の、プラグですね。小型プラグで。まあ、IG 系を極めるプラグと書いております。新作です。まあ、IG 系で、めっちゃ釣れてるって話を聞いたんで、新商品購入させていただきました。今日はこの新商品の実調を兼ねてですね、やっていきたいと思います。さあどうでしょう、釣れるんかな。でカラー的にはカラーなんだろう、 SK クリアマジックベイトっていうようなカラーになります。もうスケルトン系ですね。やっぱこういうのって、スケルトン系が強いのかなと思う。でも濁ったらちょっと使えないかなって感じで、まあ、魚が気づいたらもうバチコン食ってくると思います。はい、で今日のフィールドが、小規模なクリークですね。ここのバスですね、まあバスはいるんですよ、いるんですけどなかなか食わない。もう警戒心が高くて、なんだろう、もう着水音でも逃げるような。なんでこいつをちょっと離れた、見つけたらこいつを離れた位置に投げてスーッとゆっくり巻いてきて、バスが見つけたと思ったらスッとスピードアップする、そういった使い方で今日はこの渚を使っていきたいと思います。どうでしょうね、どうだろう、ちょっと開けてみますね。まあこんな感じですね。あー落ちてきた。こんな感じで一応スペアテールも入ってます。はい、このテール、あーこれなんか熱に弱そうだね、なんか溶けそうな、変形しそうですね。なんかもはやもう変形してる雲の中に出てたから。この渚を使ってですね、で一応これが、65SP、65mm の、サスペンドですね。なんでこういうサスペンド系のルアーって、スナップとかつけない方がいいんですよ。スナップの重さでシンキングになっちゃったりとかするんで、こういうサスペンド系のルアーでもしスナップがついてるサスペンド、まあシャットとか、あの辺はもうそれに合わせてサスペンドになってるんで、それを外しちゃうと浮いちゃったりとか、それと違うスナップをつけちゃったりすると、沈んじゃったりとかするんで、ちょっとここはシビアにやっていきましょう。それではこれを つけて実調に行きたいと思います。それでは行きましょう、レッツゴー、なぎさ。はい、行きましょうかね。今日のフィールドは、こういうクリークになります。もうこの一本筋だけなんで、この中に絶対クリーク、あー、バスがいます。はい、でまあそれなりにサイズもあるっぽいんで、釣れたらいいですね。で今日の作戦としては、サイトで、バスを見つけて、ちょっと遠い位置から、巻いて、この渚を巻いて、寄せていくといったような形でいきたいと思います。まあ、若干濁ってるんで見つけきれなかったらもうこれはボツ動画ですね。はい、で、このもうちょっと詳しくこの渚を説明すると、この渚って、IG 系のルアーです。の IG 系っていうのは何なんって感じで、普通の、ミノーとかだとリップがついてジャークとか、ね、横ダートとかするような、ミノーとか多いんですけど、この渚 IG 系っていうのは投げてまっすぐ巻くだけ、巻くだけ。はい、でこれがなんでそんな IG 系どれも変わんないじゃんって思うじゃん。これがなんでいいかというと、速度変化をしても、体勢姿勢をこのルアー崩さないんですよ。うん、なんで、いいんですよね。でなんでその姿勢を崩さないのというと、このリアフックのとこ見てもらったら分かります。ちょっとグネちゃった。このリアフック、このリアフックのここにスタビライザーっていうのがついてるんですよね。いろんな、インプレ動画で流れてると思うんですけど、このスタビライザー、こいつがついてることによって速度の変化があってもこのルアーはまっすぐ泳いでいくというような、ルアーになります。はい、なんで、すれたその食いにくいバスでも食わせやすいというようなルアーなんで、まあ、見つけきれたら釣れると思います。それでは行ってみましょう。さあとりあえずちょっと投げて試しをしてみますかね。まずでこれが重さが 3.8g、 結構軽いですね。あーでも結構飛ぶな、結構飛びますねこれ。あ、使いやすい。これできれば多分 PE タックルがいいと思われますね。うん、あ、姿勢崩さない。今早巻きしたけどほら見えるかな、ゆっくりスローリトリーブと高速リトリーブ、全然姿勢を崩しませんね。なんかこの姿勢を崩すことによってバスが見切ったりとかするらしいです。
あーこれサスペンドだけど若干沈むな。やっぱラインの重さとかがあるのかな。フロこれフロロつけてるんですよね。多分 P の、ラインを組んでるやつだったらおそらく、沈まないと思います。フロロだと若干沈みます。これフロロの、3ポンドの、ラインを使ってます。使ってます。はい。で、まあ、それで沈むってことは多分どのフロロでも沈むと思うんで、使う際は、PE タックルを使ってください。それじゃあいきましょうかね。やっぱああいうポンプ小屋変化があるところをまず狙っていきましょうかね。うん、いますかね。なんか船っぽいのがいますね。結構ボラボラじゃないな、クリクだから。船みたいなのがうじゃうじゃ、うわいっぱいいますね。あそこ見えるかな、フィッシュボールになってる。うん、あれはビードかバスじゃないね。とりあえずここ投げて、こういうポンプ小屋のこの角のこの辺が一番おいしいポイントらしいです。なんでちょっとここは一応狙っときますかね。うん、こんなかバス混ざってそうやな。ゆっくりあと巻くだけ、これ初心者にめっちゃいいかもしれませんね。投げて巻くだけそれでちょっとふって早く巻いてあげるだけでバスが食ってくると。はい、てかテールが若干変形してる。新品のまま車に入れちゃおうかな。変形してますね。そうそうそう、まずはで今度はさ左側をポンプが攻めたんですけど、右側も行きましょう。バスを見つけきれたら勝ちですね。多分これはこういうルアーっていうのは多分すぐ釣れるでしょう。うん、すいませんね。うわ切れた。おっさくオッケー、なぎさ一撃じゃんこいつ。あやべ、ウィーズが絡んでる。そのままこっち来い。うわちょ待って、切られるこれ。でけえぞこいつ。やべこれ切られる。やべやべやべ。おおマジか。マジかマジか。おお。よいしょー。切った。切った。いい。なぎさ。ジャッカルの、IG 系の、ルアーですね。新作ですこれ、やっぱ釣れるね。もうサイトで見つけてその付近をスーって通してあげたらボーンってもう速度の変化で反応したって感じでしたね。いやーこれはもう渚しか釣れない魚ですね。もうブリブリ45アップかな。この魚バスです。ありがとうございます。